はい時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の輪ということでね、改めて今年もよろしくお願いしましょうね。輪っていうのはね、この嘘のような本当の話なんですけど、沖縄の輪も込めてます。輪になって、ね、健康でいましょうっていうことも込めてます。ということで、えー、パーソナリティード、土井秀人と、今週もね、ドクター水素ボトルの北城正宏さん、それから先週に引き続き、東京からね、田中水光さん。 それから、お忙しい中ね、お電話のゲストとしても待機していただいている、えー、有賀正代さんです。皆さん、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます,います、えー。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということでね、えー、アークシーですね、検索ね。はい、あの、何か北助さんの、の別に、何ていうんですか、明大前近辺じゃなくても、目覚めては分かんないかえっと、東京の、まあ、 ちょっと新宿や渋谷あたりから10分あ、ね、るかからない電車でね、どこにあるあの素晴らしい立地のところに、まあ、サロンというか構えてらっしゃるアークシーさん、ぜひ検索してみてくださいという、ねうん、ことなんですけども、あの結構、地方の方っていうのす,いますこの前、うちの代理店さんも岡山からあのお世話になり、<laughs> 岡山と福井から2人で伺って<ー>もう、もう本当にすごかったですって言って、後から LINE で。 来てましたけどねあの何を言われたか私は分からないんですけど、はい、すごかったですって言って喜んでめちゃくちゃ喜んでました <laughs> そのねすごかったがくすぐられるんですけど、うん、それ先ほどね有吉、あのー、先生ちょっと伺いましたその、まあ、約60分という、ねうん、中でお話を聞いていただいて施術を、うんはい「お疲れ様でした」ってやってすごかったのにシャキーンってなるからねえっっていう感じですだからまあ本当に。 なんていうかな、いろんな人のこうアクセントっていうか、こう。よくなっていくステップみたいなね、そんな感じですよね。これは。いろんな意味で。いろんな意味で。一、はい、時間コースが。有賀先生、その先ほどのお時間と、まあ、お値段ということですか。そうです。もっと元気になっちゃいたいな、せっかく。あの、はい、沖縄から行くんだから、っていうと、二時間コースでとか、それはまた別なんですね。そういうのもあるんですか。 90分あは、はい、やっぱりちなみにします私素人で恐縮なんですけど、はい、でその120分いくと、まあ、別にこうね60分の倍になるとかあの元気になっちゃうとかそういうんではな,ないけれども、えー、60分というあの正直こう短時間なイメージがするんですけど、はい、でやっぱり結構効果を即く感じられるような方が多くていらっしゃるんですか そうですね。大体皆さん六十分コースを選ばれる方が多いので、はい。はい。大体そのぐらいであの調整をさせていただいております。ちょうあの先日じゃあそういうことでそろそろ終わりましょうねってなってきて、あの、はい、お客様お見送りされるじゃないですか。はい。表情変わってらっしゃいます。そうですね。とてもあの明るい表情であの変えられる。 方が多いですじゃあちょっと久しぶりにまた行ってみましょうかせーのうそーんというね嘘のような本当の話ですが実際本当だということでねえ田中さんそうじゃなかったらだって誰も来ないんでしょお金払ってまで水槽ホテルでもそうですもんねうそーみたいなことが起こらなければそうなんですね 確かにいやだから、ますますそそ,そ,そそられるっていうか引かれるっていうかねにってきてきすぐ行きたいぐらいのあれでそんな60分でちょっとね、人生が変わっちゃうだからこいいな本当ただ私が1つ、ね、言葉を整理させていただくといいなあってかいわゆる人はいいですよね。ね <laughs> なんか東京住んだらね、好きにか、うん、1回、なんかね、全然の高額じゃないですから、うん、自分をリフレッシュしに勇気づけて、でも沖縄から毎月、帰ってる人、何もいますよね、沖縄からも来ていただいてますね、うん、なんかね、タ文化みたいなのが、僕はかしくないですけど、なおさらそういうところが、ね、目に見えないものっていうか、目,の目に見え,ない見えるものがすべてじゃないんでね、見えないもので。 自分にこういい影響をいただけるものだったら、取り入れておこうって僕沖縄の文化は素晴らしいと思いますけどね。ああ、なるほど。はい、いやいや、まあ水素だって目に見えないし。 もうそうそですよね。捨てる姿になどうしてもなってきますからねちょっとね、このそうそうそう、全然すっかり、ね、楽しくて忘れてたんですけどあの僕も実は、まあ、心もあれだったらさることながらなんですけど本当にね、えー、ヘルニアと痛風とでもうおじさん、久々に僕も,もう沖縄に来て12年になるんですけどあの久々に東京で会いました時にね、私はただびっくらこう言ったんですよ。 ああのの事務所にあの今の事務所の前の事務所にプらっと行って1時間ぐらいた話を昔話しながらとりあえず鼻入れててって言ってから入れて話したら軽くなってたんですよなんかこうあの体が。うん、で全然水素の知識もなければ。 ね、あの説明もなく最近、ね、ただ、ね、ただ鼻に突っ込んでたんですけど <laughs> しただけなんですけどこれどういうことといっ,ったらそういうこととしか言わないです <laughs> で、まあ、それだんだん、ね、<laughs> 後々話を聞くことになるんですけどやっぱり水素との,何ですかこの神話性というのも。 えっと、田中さん実際ご利用されてそうですね、うん、僕自身も吸ったことありますし、あのうちはあの父親がちょっとがんを患ってた時期があったので、まあその時にあの、購入して、父親に勧めてたんですよね、何っえと、胃がんからの肝臓に転移してみたいな感じだったんですけども、<ー>はい、その時には、えー、なんか、えー、説明会とかに、いや、もう、田中さんにお任せして、吸っていただいて。はい、うん えー、まあだいぶこうごはそうですねあの当初もう、もがんが見つかった時にはもう1年もたないかもみたいな感じだったんですけどまあでも結局、1年と3か月ぐらいですかねその発見されてからはでも最初、その入院しますってなった時にその水素ボトルを持ってってもう病院の先生にすごい驚かれたみたいですけどねなんだこれみたいな感じで <laughs> お。 おい酸素ですかとかっていろいろ聞かれたとか言ってましたけどえそれは結構あの病院に伏してらっしゃる間もずっと。 そうですね。はい。使ってもらってましたね。お医者さんはどうなんですかねその、あの、あの統合医療とかの先生だったら積極的にわしたいっていう先生多いですね。うん、今ね、水素だいぶ認知されてきました。でもまだまだ、こう、保険点数の中でやられてる先生は、どうしてもね、あの、ご自分の、 生活に、生計に関わるような話になってきちゃうから、なかなかね、あのお許していただけないんですけどねあの、それもやっぱり、だんだんこう、そういう先生方にも目の前で水素で大幅に変わった事例なんかを見ていただいたりすると、やっぱりびっくりされながらも、 現実に起こっていることですよねっていう会話になるんですよね。うんそうですよね<ー>、まあ、あのよくねあの、緊急医療とか、ね、あのにも今、使用されていてっていう、まあ、知識的にはあるんですけどなかなか、ね、その水素と巡り合った方の,あのお話をこして、ね、毎週のようにいろいろとゲストさんに伺っているんですけれども、うん、あのちなみに有吉先生あのはい。い 水素ボトルととの出会いは同じような時期ですか、あのーはい、田中さんと、はいあのー、私はあの北条社長と出会った時が、はい、あの共通の知り合いの,あの事務所であのたまたま同じ時間にお伺いしていて、うん、そこで知り合ったわけなんですけれども、はい、その時にあの水素の説明会をなさっていて、うんえー、水素ボトルを吸った人の血流を見るっていうことをやっていらしたんですね。うんうん でそれを見た時に吸った瞬間に要は毛細血管がすごくあの活発に動くようになるっていうようなチェックをされていたんですけども、はい、これはサイムティクスと同じ原理だっていうことを私は直感で感じて、うん、でこの水素ボトルを吸ってるときっと皆さん元気になるだろうなっていうのを感じてそこからの出会いでした。 あなるほどですねちょっと有吉さん CM などちょっと詳しいお話をまた聞かせてくださいね、はいはい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社電話番号0335272211。 嘘のような本当の輪。ね、えということで私土井秀人と、ね、東京からドクター水素ボトルの北条正宏さんそれから田中水郷さん。ね アークシーからね、有賀正代さん、東京、ねお電話つながってますということで、はい、えー、改めてね、ねアークシーさんのお話、あのとてもとてもこれは興味深いんですけれども、その水素との親和性という意味ではね、ね先ほどあの有賀先生の方からありましたように、まあ、周波数というところであったりとかね、ね 血流を上げるというところで、こう血管に対してというよりは、もうあのね鼻の鼻孔のところからこう感知した水素ガスというのが全身に回っていくと、ねあの血流を見ていただいたとき、有吉先生どうでした、はい、初めて？何年ぐらい前になりますか？えよそのえっ、ー、と多分四年四年ぐらい前に、年前ぐらいですね、うん、はいねでそこからあのさせていただいてますけれどもはい。 れは本当に、あのー、体の隅々まで行き渡ってるなっていう感覚はとてもあります。具体的にはあのー、そういった、ねえー、お仕事をされながら、ね、お聞きするのもちょっと武骨ではあるんですけども、はい、あのどこかお具合がよろしくなかったりとか具体的には何か症状があったりとかはされたんですか ストレスとか、うん、そういった意味であのずっとすごくスッキリするっていうのを感じてます。<ー>はい。これはもう4年間どうでしょう。一日1時間、2時間。そうですね。うん、30分くらいですけどね。うんうん、はい。やっぱり継続されていると、はいうん、疲れが取れる他には何かありましたか。お感じになられた。 そうですね、なんかあんまりイライラしなくなったりとかそういうストレス面もすごくいいかなと思います。かそれ私も私もまだちょっと4年には至らないんですけどか、はい、かる気ががしまますすすそううですか、はいあ,はい、ありがとうござい先生の,その、まあ、こういったね、えー、とサイマティックスヒーリングをあの施しをされていながらご縁のある方に、はい、例えばこんなのあるよなんてご紹介を、はい されたりとかございますか。あそうですね、何年か、<laughs> えー、ご紹介をさせていただいたり、あの、あの、北条社長につなげて。そこから説明を、事務所でおと、あの、や。してもらったりとか、そういった感じですね。うん、今ね、はい、あのー、こちらでも、田中さんの方がね、そのようにおっしゃっていて。ね、ご紹介をされて、はい、その、まあ、お求めになられた、お求めになられたお客様が。 なんかこう、はい、お客様のそのエピソードとか例えばこんなに具合が悪かったんだけど水素ボトル始めて3ヶ月こんな変わったよとかそんなようなエピソード的なことってちなみにございますすかそうですねあの。エピソードはたくさん聞くんですけれども、うん、あのやはり体の不調 が治ったとか、うんえー、肝機能が悪かったお客様が、はい、今一切薬も飲まず水素ボトルだけでお元気になられたりとか肝臓ですね肝機能がお客様あとはあそうですね、えっと、ちょっとご、えー、年配の方が、えー、自分がアルツハイマーになるのが嫌だからっていうので吸い始めて はい、あの未病予防みたいな形で、うん、あの愛,あの愛にされてる方もいる、はい、今あの、本当に、ね、未病対策という形で、はいまあ、2025年あたりから、はい、もう急速度に、ねあの人ね、4人に1人は3人に1人になるんじゃないかと言われる認知症のという部分では、はい、私も基本的に沖縄になっちゃうんですけど結構、周りの方とそんな話してるんですよ。はい いいねうん、もう年配組になってくると、ね、いつね、はい、それがやっぱりもうあらがえないですよねあのそう,そうね診断されてしまってからではね、はいうん、なのであのー、やっぱりすごくねいいいと思いますね、はい、あの先日あのー、うち業務用を発表したんですけれどもこの業務用を使っていただいて、えー、とドクターが治験を取って調べたところ アミロイドベータあの認知症のアミロイドベータの値が下がることが確認できてるんですね。うん、あもうというか、ね、ですから、まあ、これは後々ちょっとあの学会で発表する形になると思う、うん、報告正確な報告はただ明らかに減るってことも分かったので、えー、認知症の要望だとか、まあ、そういったいろんなその状態になっている人の手助けになるということが分かりました。素晴らしいあの ね、そういったあの社会、ね、世の中への貢献度もそうなんですけど、先、ねあのー、この間出ていただいた加藤さんもですけど、あのー、有賀先生もちょっとね前に、4年前に体験された血流を見ていただくときにこう霞がかったよう、ね、緑色になるじゃないですか、それはアミロド β とは、まあ、一緒ですね一緒ですよね、はい、結局、どの中ででゴミですからねそういったゴミがやっぱり溜まってきてしまうことによって、 本来のそれこそ機能が、はい、っていうことですよね。いやこれから重要な役割を、ね、そのアークシーさんでももちろんそうですしあの水素ボトルという意味ではあのー、<い>ね、えー、田中さんもちょっとお話をしていただいたんですけどあの一旦ちょっと CM 入ってからにしようかな。 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211 はい嘘のような本当の輪ということでね、えー、こうして、えー、北条さん、それからね東京今お電話で有、えー、さんアークシーのね有賀さんと、えー、アークシーの、えー、田中さんお越しいただいてるんですけれども田中さんはその、まあ他にちょっとねおすすめできた方というかおすすめというよりも、はい、こういうのあるよなんてご紹介できた方が、えーえー、ドクター水素ボトルを、えー、ご使用されてなんかこうありますか そうですね、やっぱりこう、北条社長からのすごいこう話を聞いて、もう買う気満々になってる方が多いんで、僕が勤める方って、<laughs> どっから買えばいいんだろうみたいな問い合わせで来るんで、<ー>でそれでなんか、あのお伝えしてって感じだったんで、もう本当にもう満足されてるっていう、いいよ、いいよ<ー>っていう感じばっかりなんですよね。 うん、これ私なんかでもね本当にこう自慢げ寝ちゃいけないんでしょうけど土井、あのー、さん ね、ちょっとなんか怪しいキャラなんだけど <laughs> スイートボトルればよかったっ,つって、ね、<laughs> お褒めに預かることがやっぱり多いものですから安心してたまになんかもう慌てて、ね、ご連絡があるとちょっとしたの使い方とか、ねうん、これ出ないとかスイッチが入って、ね、あ押しすぎちゃってブロックが壊れちゃったさとかあるけどじゃあ、ま、た長いこと押してください、ね、使い方ぐらいで、はい、あとはねこうなんかもうよくなってき てーなんていう話聞きますけど、えー、えますます有賀さん本来のねその、まあ、<っ>イギリスからのっていう部分もあると思うんですけど<っ>やはり先ほどやっぱり根っこにね まあ創業という言い方なのか、あのー、たくさんの方にねこんな苦しい思いをしてほしくないっていう思い伝わるといいですよね。はい、そうですね宝十ああ社長もやっぱりそういったあの思いがとても強い方で、はい、多くの方に元気になってもらいたいっていうことであの私どもも紹介してくださったりとか。はあ あ多くの方が北條社長の紹介で、はい、あのアクティにも訪れてくださってで、ね、で最近はですね、はい、私たちの施術って本当にベッドに横たわって寝てるだけなんですけれども横たわって寝て寝るだけその時にサイマティックスを受けながら水素ボトルを吸ってるお客様がいらっしゃるので、はい、これは本当に効果的だなっていうふうに感じてます。 なるほどせず、はい、中に、ねはい、水素ボトルを、ねはいうん。なるほど。はいいですね。うん、だから、ね、先ほどあマわり先生もおっしゃったそのやっぱり、ね、補助社長の社長、はい、社長っていうより本来自分自身がえらくつら、はい、い思いをね してきたことっていうのが誰しもあるもんだから余計その思いってね助けたいというとおこがましいんですけど気持ちわかりますよね。本当そうですねわかりました。ねあのアークシーさんの件なんですが今の田中さんのちなみにお役割としては PR マンとして違いますね僕もセラピストとしてやってますので今回ね大きくやってます。 ね、沖縄初上陸、まあ、沖縄の方が来られては施術はされてるんですけど、うん、沖縄に来られてどうしても、ね、やってもらいたいっていう方が集結をして皆さん次々あのやっていただくとそう<ー>、はい、ちょですね今回初めてその沖縄に出張っていうスタイルであの施術をしに来て見てるんですね、はい、機械持ってこられたんですかあの送りましたそ僕なんかものすごいベッド が想像されるんですけどそ,いやもうそんなに大きいものではないんですよ、えー、はい送って、はい、ああすごいですね出張ちょっとあとで日にちと時間聞こう <laughs> <laughs> ということでですねはいえっ、ー、と今後あ、うん、あのまあ、出張ねありだと思うし大変だと思うんですけど、はい、なんか 硬い話で恐縮ですけどもこのビジョンとして有賀先生やそ田中先生田中さんのねうんアークシーさんのビジョンをちょっとお聞かせいただきたいなとすごく思ったんですあそうですねあのー、僕たちがこうぶれることなく最初のその立ち上げた思いっていうかそれをずっと変わらないままでずっと接していきたいなっていうのはありがとうも話してるんですね。うんこう人がががが最初もも本当当に全然来なななないい日が毎日毎みたいなの当たたたのののり前な時があったんんでですけどでもなんかこう自分たちのその 考え方は負けずにずっとこう正しい何か芯を通していこうよって話してきてたのでそれをこれからも絶対変わることなく同じようにこう、皆さんと接していけたらなと思ってますああなるほどねもうそこはあの「老年男女」問わず問わずですああ<ー> <laughs> 元気になれる めっちゃ元気になりますよ。ね,えね、そう、だって、元気になりたくない人いないですもんね。そうですね。ねえ。後で時間と場所を聞こう。はい。<laughs> あ、そうですか。あの、去年ね、あの。うん、宇宙にロケット。ね、あの、<お>イーロンマスクと連絡取れて、なった笠井さんなんかも。それがね、アクシーさんに行くことが天気になって。それで、イーロンマスクと連絡取れちゃったんです。 取れちゃった取れちゃわないって話ずっとしてましたもんね。そうそう取れちゃわなかったのがのやっぱりそこでぐって変わったんですよね。すごい,いや。ことごとくおっしゃってましたもんね。ねあのイーロン・マスクさん、サイーロン・マスクって言ってるけど本人には会ってない <laughs> あの秘書の方だって言ってましたもんね。でそれがね、すごいもうそもそもその自分の,そのお仕事を立ち上げたときに。 私もその話を聞いてうんって思ったんですけどいやこれはちょっとこのこのレベルでは無理だと思ったからちょっと有賀さんに会わせましょうっつって、うん、連れて行ったんですよサロンにでそこから自分でしょっちゅう通うようになって <laughs> 最後毎週のように通ってたん、ね、<laughs> そうですね <laughs> ねえ葛西さんお元気かしばらくね<え>ご活躍でね,ねえ なるほどありがとうございます。ねじゃあ,あの最後にあとねあ2分ぐらいしかないのかなうんあのー、アクシさんのね宣伝と言って言われるけど有賀先生の方からちょっと締めのお言葉を頂戴できたら幸いです。あい。はい、はいえー、皆さんにお役に立てるように日々頑張っておりますのでもしご縁があれば、えー、東京世田谷区 松原のアークシーまでお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますね。カタカナでアークシー検索ですよ。あの松原、僕、あの公衆会堂だったんですけど、です。あの。 1本入ったところです丁、ね、丁目目あなるほどちょっとマニアックなんですけど <laughs> とにかく握手、ね、検索してみてください、でも元気になりますという、ね、ドクター水素ボトルをやっているのに、まあ、さらに元気になっちゃうという北条さんも、ね、お迎えして今週お届けしましたけれども僕は気が小さいもんですからねお腹出てるんですけどあのすごく、ね、頼りたくなっちゃうときあります。ス、ねうん、ストレス社会に生きる 皆さんね、沖縄からもお客様がいらっしゃうです、ね。<laughs> ということで、ね、ドクター水素ボトルも、ねえー、有賀先生も愛用していただいててありがとうございます<っ>はい、あのいろいろと,、ねえー、とお話をまたそうですけどもあのぜひなんかこの出張が普通になってしまって。 沖縄に有川先生来ていただける機会も、なんかそう遠くはないように勝手に今言ってますけれども、<laughs> はい、放送を通して、はい私はなかなか東京に行けずではあるんですけ、はい、のどぜひ皆さんね、ね、はい、ラジオ機能さん、アークシー、検索してみてください。はいということでね、えー、皆さん、ドクター・水素ボトルの愛用者でもいらっしゃるということで、今週もね、えー、そのアークシーの田中さんでよろしいですね、はい、はい、アークシーの田中さんをゲスト出演ありがとうございました。ありがとうございまございました,いましたはい、ドクター水素ボトルの本 まさりさんありがとうございました、はい、ありがとうございましたはいまた来週お届けしますありがとうございます